はい、本日はですね、今から買い物に行きたいなと思います。ということで行くんですけども、カメラマンうちの嫁さんやってくれてます。先ほど寝ておりましたね。ちょっとだけやちょっとだけ寝てましたね、うん、おはようございます。おはようございます。ではね、今からこちらオレンジっていうセレクトショップにね、買い物、まあ、いつものごとく行きたいなと思うんですけども、僕の知り合いとかにオレンジって言ってもどこって言われるんですけど、あのこれ言ったら一発で大体みんなわかる、あの堀西のどこって言ったら あそこなんやってよく言われるんですけどね、それを今から撮っていきたいなと思いますので、今からレッツゴー。あ、なんかあそこに可愛い色のやつがある、黄緑の。何？あ、上のやつ、うん、うまいな、あのマウンテンライトやな、あれは。うん、可愛い色。こっから見てわかる。ちょっとね、皆さん今見ていただいてるの、おそらくお正月やと思うんですけども、スウェールがなんとやってるんですよね。入ってきたなと思いますので、はい、入っていくんですけども、ここで何をしやなかの、まずは入ったな、アルコール、アルコールね。この高さが低めっていう。グリップストアにいいとこがあるね。そこもセールになってるんちゃうかな。なんかいい匂い。うん、何の匂い。あ、これもグリップストア。なんかさ、オフィスの匂いと似てない？私の方の。確かにいい方向剤やん、そんな。うん、てかいい、ね、オークリーとさ、コラボしてるな。オークリーってサングラス、サングラスとか、うん、これアイパーみたいな感じちゃうか。あ、オフィス用のブーツ。あ、欲しいな。君の買い物はまあ後でいいか。うん。あ、なんかもね。MA1 仕様というかね、この襟がないというか。おお。こういう仕様もあるし。かわいいね。でも色味的にやっぱりあの、うん、オータム系の色味ですね。パーソナルカラー的に言うとね、ほいほい、濁色のちょっとくすんだ色味というか。ほいほい。新しいオフィスに来んなん。どう？あ、いいね、かわいいじゃん。オフィス移転するんですよ、僕ら。あ、来年ね。これもね。あ、持ってるね。ポップアップの時に作ったやつね。そう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 。ベッドレックスか。ブラックとかね、ベスト人気やけどね。へえ。今年の色これやってんな。うん、私は持ってるよね、その色。あ、確かにパタゴニアのな、スナップティーこれやな。うん。なんかさっきちらっと店長さんに挨拶したときに言ってたんが、うん、ちょっともう数なくなってるかもしれんって言って、噂をすれば店長さんが言ってた。あ、店長さんです。お願いします。お願いします。お願いします。お、ベストや、かっこいいじゃん。マウンテンリサーチ、でもこういうかっこいいよな、こういうのな。うん、花火クースもある。本当だね。あったっけ前。すごいね、テカテカだ。これダウンでこういう添え入ってんのいいよね。あ、うんうん、すごくいいな。こういうのないやつめっちゃ寒いもんな、うん、ちょっと俺さ、さすがに今シーズンもう買うのないんちゃうかなと思いながら今買い物させてもらってます。うん、そうなの、ね、もしかしたら見つけられへんかもしれんと思いながら行かせてもらってますけども、この色味のサンダもいけそうやな。うん、綺麗な色。これも完全にあれですよ、秋と夏の人ですよ。おしゃれだね、その色。君はこの色合わんよ。そっか、もうちょっとパキッとしてる色の方が。残念だ。サンダー去年とか一昨年全然買えなかったのに、今年ちゃんと色たくさんあるね。結構数用意したんじゃん。デナリパンツね。デナリパンツも君履いてるか。オフィスで履いてる。で、デナリね。うんうん、こんなん合ってんな。あ、これヌプシや。へえ、これヌプシフーディーやで、多分1992いて。へえ、これやろ、明るい。そうそうそう、それかわいい。これ君の色やで。ねえ、私の色だね。あの君の色って言ってもあのパーソナルカラーってあるんですよ。だからね、わけわからん話してるんやけども、こういうの僕似合わないんですよ。え、そんなことないよ。髪色あるからやろ、うん、顔だけで見たらやな。パリピ感あってすごく似合ってるよ。なんかキャッチしてそんな感じ、クラブでピュンピュン跳ねてそんな感じ。全く逆の人種やな。あ、マウンテンジャケットや。なんかくすんだカラーなんだね。そうやね、山吹色。うん、たくあんみたいな色だね。あんまり反応なかった。
今年オレンジがなハマったからな俺の自分の中で。あ、そうなんだ。うん、オレンジ良かったなと。ほんでオレンジのやつ買っとったやん。その色好き。これ何やったっけな、ココアブラウンやって、しかもサイズ S サイズ。これ女子いけんじゃん。私どう、うん、まあ、ちょっと地味になるけど似合うとは思うよね。え、トレントシェルっていうやつね。これも定番のやつ。へえ。パタゴニアの方がやっぱ発色がこう明るめよね、うん、明るい。なんか昔のカラーみたいなね、そこら辺、うん、レトロな感じな、うんうん、これでも俺みたいな人似合わへんから。ああ、秋系。ちなみに秋はパフォンカラー、秋は黄色くないけど、うん、へえ。秋だけな、唯一ちょっと特殊やね。春夏秋冬ってあるんだけど、秋だけちょっと人が少ないね、うん、秋の人って一緒なんです、決めたけど。あ、バルドロもあった、こんなとこ。うん、あるね。この柄初めて見たわ。カモフラ、うん、なんかちょっと着てみるか。うん、あ、あ、私の欲しい色じゃん。これ個人的にはこっちの方が欲しいけどな。買いなよ。これサイズが XL。 いいじゃん。ちょっと大きい。ちょっと大きい。これちょっともともと大きいね。そっか、体型改造して体大きくなるかもよ。筋トレして、うん、大きくなるって。大きくなるかもしれん。ワンサイズ結構大きいねんな。あと着てみようか。うん、そうだよ、着てみないと分かんないよ。これ今年のバルトロと同じ色やな。ああ、グレー、ミネラルグレーかな。これね、ちょっと着てみようか。着てみようか。うん、どう。まあ、いけんこではないって感じだ。うん、全然、全然ぴったしよ。でもな、M 来た時に、うん、大きいなと思ってね、この企画がもともと。うん、ぴったしじゃん。まあ、色はこっちの方が俺好きやねんけど。うん、似合ってる。買いなよ。お揃いで着ようよ。でも君、あの赤いスプリームのやつ似合ってるよね。体調が、体調にもらったやつ、うん、でもな、 XL でかいわ。これ調節するやつがないやん。そう、だからここ結構空いてんねんな俺。まあ、だから L かなって感じだな。こっそり買ってるかもしれん。これもさ、サンダーもええなと思ってんけど、うん、L やねん。俺 XL がええねん、サンダーは。あ、ちょっと大きめに入れるってこと？大きめってか、これがもともとちょっとな、中間際やからちょっとちっちゃい。タイト？どう？もう丈とか足りてないし。足りてないね。ここら辺がさ、もうパツパツ。パツパツやん。それで L なんだ。これで L。まあ、インナーダウンとして着るなら。俺着てんやん、だから L サイズのサンダー。あー、黒のやつもちっちゃいん。こう鍛えてるからさ、今日ほら。鍛えてるとか、そうだね。すごいすごい。ハト胸見た。すごい、すごい。はい、すごい。三角になってるから。脱いでください。でもこういうブラウン系の色味いいよな、うん、今年。おしゃれ、うん、まあ、これもそうやけどさ、うん、好きな人は好きって感じやな。好き。ちょっとじゃあ一回まあ試しにさ、はい、ほんまに似合わんのかっていうところ見てもらおうよ、うん、この色味どう。あんま お近づきにはなりたくないかな。似合ってないやな、やっぱな。なんかね、まあ、黄色系やから残らないか、うん、イエローベースやったら、うん、似合ってないかはないんだけど、なんか体がちっちゃく見える。これな、M やね。なんかちょっとちっちゃいね、タイプ。ああ、だからか。色めっちゃ可愛いんだけどね、顔が派手じゃないとちょっときびいかもね。ああ、負けちゃう、うん、色に。まあ、でも顔が派手って何。なんか眉毛とかもちゃんと出入りしてギュインみたいな。聞いてて全然興味ないじゃん。あ、ごめん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 、なんか言ってんなと思って。ほんまはこの色味がいいんやけど、サイズがちっちゃいからさ。じゃあ私が S だっけ。これ S 絶対無理じゃん。腕とかどうした。足りない。足りないじゃん。でも色味的にはね。あ、かっこいいかっこいい。これ合う色味やからね、うん、いいんですけどさ。それすごいいいよ、おしゃれ。サイズがないんですよね、これ。じゃあ私が着てあげる一回。しかもこれセールやね。着てみたい。うん、着てみたい。今日おしゃれにオレンジの帽子かぶってるやん。それどこで買ったやつやったっけ。コッシュマンズなんですね。ちょっとおしゃれだけど。でもこの帽子にめっちゃ合ってるで。この帽子にめっちゃ合ってる。このブラウン、金髪。あ、なんかえらいおしゃれなフリース着てるな。どこのやつやんこれ。あ、これ。あ、帽子のやつやないかそれ。似合ってるな。かわいいね。うん。てかレディースのやつもあんのに、生マウンテンジャケット。
これメンズの S やから下がちょっと長いからさ。あ、そうかそうかそうか。あ、このパンツもあのあれですよね、どこで買ったんだっけ。これは福井のとこ、ね、福井の買い物嫁版になった時の服が増えていくのよ、どんどん。これが噂のラオジャケットや。あ、これがラオですか。うん、君集計だけしてるからさ、知ってるやろ。あ、これ脇が開けるやつ。そう、ベンチレーションね。はいはいはい、それラオですか。みんな言うてるラオよ。R2 も変わっちゃったしね、今年からちょっと。昔はこんな感じでモフモフしてたんですけどね、2年前ぐらいは。あ、うちらもこんな感じでさ、創業男子みたいな感じでさ、白黒にしてさ、そうそう、1人2人しか映ってないでもそれが何十年後やったらさ、5人ぐらいに増えてるかもしれない。何十年で5人やったらもうやめた方がいいよ通たたんだ方がいいわあ、ヌブシのブーツだ。ちょっと待って、これすごいな、このなんか。かっこいい。ノースフェイスいうとこのヒマラヤンパーカーみたいな、その最高級みたいな。もう着るほんと寝袋じゃん。これはすごいわ。これ良さそうやな。なんかコラボしてんのよな、多分別注だよな。見たことないもん。今年はすぐあるな、結構。ね。去年どこ行っても買われへんかったの。増産したんじゃない。去年の反省生かし。仕事の時足冷たいねんな、君な。うん、どうしようかな、ブーツぐらいちゃう。うん、グリップスワニーの。あ、アブガルシアです。ないんですよ。でしかも動画で考えても動画もうほぼ撮ってあるって感じやからちょっと交代しようか。たくこの前さ、あのクリスマスデートでさ、カーディガン買ってくれたじゃん。ああ、こういうTシャツ、こういうの。ああ、いいかもしれんな。なんかちょっとしたロゴとか。わざとそういうキャラとかにするんやろ。そう。チャモスのペンギンとかにする。ペンギンとかあったらいいのにな。ああ、ね、ここにちょこんってね。うん。うん、だからさ、この前のイニちゃんのこう座っていてもさ、来たじゃない。ちゃっかり入れてくるね、イニちゃんの話を。まさにカットするけど、それは。これは25。結構靴系豊富にあるし、ダウン系も豊富にあるから、ちょっと 10% ぐらい 20% ぐらい安くなってほしいなっていう人はいいやろうな、めちゃくちゃ。あとすぐ持ってない人とか。でも働く時だとこんだけでかくても良さそうだと思う。ちょっとでかいか。そうそう、それヌプシブーティー。うん、わかんない。ヌプシよね。身長はすごい高く見える。あんま変わらへんけど。どう？もう一個ちっちゃい方がいい？そうだね。一回聞いてみたら、サイズあるかどうか。ウール？うん、別にいいか。質問やからね。そっか。店員さん聞いてみて、すごいね。上下セットアップとセットやから。そう、かっこいい。おしゃれよ。すごいぞ。すごくない？おしゃれよな。おしゃれ。これは姉さんの。ああいう感じなんだよ。ちょっと難しい。難しい。身長もないし。だいぶ細いだった。逆こっちとか履きやすいね、これ。あ、確かに。これ。ほら。これ有名なやつよ、ダナーで。これもう捨てちゃおうかな、確か。一回履いてみたら。意外と包まれてて気持ちいいかもしれん。23センチ。意外といいじゃん。あ、何これ。いい。このかっこいいにも良くない。ああ、くるぶしまでやからな。変なブーツ感ないもんな。うん、で、あったかい。あったかいかどうかわかんないけど。なんやそれ、それはあかんやん。なんか上、ここがボコボコしてる。なんでだろう。綿入ってるから。なんか綿の位置がおかしいかもしれない。サイズが合ってないってこと。どうだろう。でもやっぱ足首までやった方がいい。はい、もうちょっと25とか。あ、わかりました。ありがとうございます。いいね。どうしたらきついの？バスケが好きなんですか？いや、そんなことないです。カジュアルな格好が普段用意してはるんですか？まあ、ちょっとまあお店なんで。あ、普段は違う時もある。もっときれいめな時も。時もあります。あ、おしゃれやな。ね、めちゃくちゃおしゃれ。これ可愛いかもね。あったかい。あったかい。うん、なんかええんじゃん。あったかいけど。もう一個のダナーの方にする？もう一個のダナーの方はハイカットやけど。ハイカットで
こっち。これ高すぎる？これとそれの間がうちのベンチャーで売ってる。あ、そうなんや。あ、色も可愛いやん。しかもそっち。サイズないんじゃない？大きくない23から。あ、そうなんだ。へえ。それはちょっとでかすぎるな。顔ぐらいあるもんな。23剥がしてもらう？23か24。色は黒？黒で。はい。あ、23あった。よかったね。24もある。24もあります。逆に大きいのもないじゃん。大きいのもあります。あるんや。あ、28ぐらいまで。へえ。すごい。ありがとうございます。これぐらいの高さが良かったんじゃん、うん、ちょうど高さが良かった。ぴったし。別注で紐色変わって可愛いな。可愛い。ぴったし。もうシンデレラのような感じ。良かったやん。それにする？これ可愛いね、うん、いいじゃん。それにしようか、うん、23でぴったし。これあれだけな、キーなのかな。こういうのってさ、似合う人かっこいいよな。あ、こういう系のジャケット、うん、そう。じゃあいつ着んのって言われたら分からへんねんけど、俺はな、うん、だけどこういうのってさ、このカメラ越しには綺麗な色なんだけど、うん、実際見てみるとおじいちゃん、なんか顔が。分かった、もう一個だけはね、もう一個気になるのがあってん、うん、先に出て、うんうん、よかったよかった。これなんだの別注のやつかな。だってこれ背中見てみ、なんか全然乗り気じゃないけど See you in the water 水バイバイって書いてあるね。どう？うん、うん、ちょっとバイバイしてみろ一回。バイバイ。その文字ここにも書いてある、このバッグに。なんかコラボしてんねやろな。どう？なんかね、でもここの首元のところがもし例えばだけどスタンドやったら似合ってんねんな。そう、この形似合うんだろうな。首がなんか余ってんねんな。色味もちょっと若干似合うんねんな。分かった、気になるのはあったけどもうこれで満足ができた。お姉さんすいません、あれね、上のやつって一回着てみてもいいですか。ナンガって書いてる。あ、すいません、誰も気になってて一回来てみたい。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、ちょっとサイズちっちゃいです。本当だね、腕が、腕がちょっと足りてないかもしれんけど、これ別注なのかな。これなんか別注ですか。じゃないです、これはオリジナルで、はい、なんかの、はい、へー。あ、ミディアムや。やっぱ M サイズやからちょっとちっちゃいんか。オリジナルらしい。これや、ええやん、なんかの。普通に店直営店とかで売ってます？売ってると思います。へぇ、かっこいいね。うん、これかっこいいやん。結構なんか高い、首元も。確かに。マフラーいらずみたいな。これめっちゃいいやん。袖もギュッてしまってるし。いいね。ここも結構裾のところもギュッてしまってんの。すみません、ありがとうございます。ちょっとサイズちっちゃかったです。すみません。あ、ここか、女子。それが気になるの、やっぱり。ここはブラウン。私いつも L とか。自分でそういう予算立ててんな、毎回。S サイズでね。これ多分今合ってるのって帽子との相性やろな。帽子と色味が綺麗やから合うんやろな。どう？ちょっと地味になってるやろ。あ、地味だね。
顔に合ってないやな。けど帽子かぶってるとめっちゃ色合い綺麗。帽子ありきで買ったの？ボードとかやな。OK ですか？うん。じゃあそしたら行きましょう。じゃあ会議しましょうか。はい。小物毛、これチャムスの小物や。うん、可愛いな。可愛い。子供とかに持たせて可愛いじゃん。どんぐり。よし、俺何も買ってないし、でも買うか。10万円。買います。もう買うって言ったら買います。これ、うん、クマがな。いいの、うん、それだけにしとく、うん、すいません、じゃあそれをお願いします。すいません、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったな、結局は一番入ったところにあるやつ買っちゃったけど、うん、よかった。はい、無事購入できましたということで、ちょっとセールね、ちょうどやってたんですけども、あのサイズがあったりとか、する方は非常にいいんじゃないかなと思います。僕はちょっと今回は見当たらなかったんですけど、嫁蔵さんのね、靴、職場用の靴ということで、彼女いつも発想頑張ってくれてますのでね、これ履いて頑張ってくださいということで、まだ1月の3日からなんかやってる、オレンジさんやってるみたいなんでね、気になる方は来てみてください。福袋もあるかもって言ってはったんであるかもしれないですけども、運が良ければ、ギャル2人の店員に会えるかもしれないのでね、この辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、和歌山のオレンジで買い物してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。